こんばんは。みんな、かたいけの。僕の名前はよもぎって言うんやって。うん、女の子みたいやろ。最初、お母ちゃん、僕のことを女の子やって思ってたんやって。なんか、あまり泣かんかったし、絶対女の子やわって。お母ちゃん思ってたんやって。ほやけど、僕6ヶ月ぐらい経ってからなんか法華経ってお母ちゃんに言ったんやって。そしたらお母ちゃんが、え、もしかしてこの子男の子なんけって、うん、そんなん言ったでって。僕なんかいっぱいいっぱい喋ろうかなと思って、な、いっぱいいっぱい歌とか覚えたの。うん。たら、あ、やっぱこの子男の子やわーってお母ちゃんが言ったんや。うん。ねえ、なんかな、ちっちゃい時は僕なんかな、こうパールちゃんとかっていう名前のおかめちゃんやったんやな。だけどだんだん大きくなると同時になんかな、模様が消えてったんやって。で、今な、ほらな、ちゃんと僕歌えるやろ。ほら、やっぱ僕男の子やろ。上手やろ、うまいやろ、気なるいやろ。な、こんなに上手に歌える子は他にえんのやさ。僕だけやぞ。よかったな、よもちゃん。な、みんなに聞いてもらえてよかったの、よもちゃん。そうそう、でパール模様が消えてみて、今は、なんか背中が、灰色、グレーなの。うん。ほやけど、顔は黄色いさ。うん。で、ほっぺも、ちゃんと、うん、オレンジ色の、丸い、オカメちゃんのマークついてるさ。上手やろ、けなるいやろ。僕の歌みんな聞いてな。僕お母ちゃんの肩にいるとめっちゃ歌いたくなるんやって。うん、また配信するで。みんな、法華経とか聞いての。ほなな。バイバイな。おもちゃん、みんなにバイバイしね。バイバイしね。な。バイバイは。バイバイは。ほなの。